おいそうチャンネル。チョコチコプはないのね。今日ない。今日和風です。ワイプ。今日はね、紅葉を見に東京の六義園というところに来たプー。そうでございます。イエーイですプーね。今日はなんとね、あの柴田家ファミリーもいるプーね。そうなんです。うん、ね。柴田家ファミリーだプーね。あ、直樹だけはモザイクじゃなくていいね。で、紅葉を見に来たわけなんですよ。あんまり赤くなくない。グリーン、グリーン、グリーン。かすかに赤い部分がちょこちょこってあるよね。うん。まあ、普通に庭園としてすごくね、いいとこだぷーから、紅葉しなくてもギリ楽しめるぷーね。俺ね、このファラオの見たの通り格好だぷーからね、あの行列に並んでるときに300って言われたぷー。エジプト人だと思われたぷーね。入場料300円ぐらいわかるぷー。人がいっぱいいるぷーので、人を映さうまいと努力した結果、このアングルになったぷーね。うん。紅葉を写せ。じゃあ俺を赤面させてみーぷー。レイ君かっこいいね。紅葉した。レイ君一番かっこいいよ。え、紅葉した。ちなみにここの唇のここがね、あの僕切れて紅葉してますんで、よろしくお願いしますぷー。このね、鳥がやんややんや鳴いてるので、たまに俺のような人間が一人規制を出したところで、これバレないんだぷーね。変な目見られない。ほら、水面に映ってる感じいいぷーね。すごい綺麗な鳥ですぷーね。鳥いる？え、本当だ。すごい。ほらほら見て。色が綺麗。カワセミって。カワセミって言うんだぷーね。どこに見えない。見えない。肉眼。あ、いた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 。下の方。意外と下の方。この階。いやー、和ですぷーね。すごく和です。和という漢字は皆さん知ってますか？の、の、のぎへんに、口と書きますね。これの意味皆さんわかりますか？僕はわかりません。あと人という漢字、あれはね、棒と棒が支え合ってるかと思いきやね、何の意味もありません。人という漢字、ね、意味あります。漢字ちゃんと意味ある。ただの棒が重ね、棒を重ねときゃいいやと思って先人が作ったんですね。人と人は人で、人が支え合ってるから人ですよ。はい、おや、こんなところにジャンプ台を見つけて永遠にジャンプを繰り返すちっちゃい子がいます、ね、お母さんこれ持ちますよこれ。せーの、紅葉見に来たんだけど。怖い。せーの、えい。次は、雪粒。違うとこでやる。ちょうどいい穴を見つけたのね。うん。なんか全部クスの聞いてきたよ。あのトトロも。うん、あ、確かにトトロっぽい木だね。これ全部クスの木なんですよ。さっき説明されてた。なんかティン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 ティルリンティ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 あ、ついてるよ。ちまき超美味しいね。あ、ついてるよ。うん、うまっ。うまっ。ティー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 ダンダンティー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 ダンダンティ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 
ローン・ウィーズリーがあのおばあちゃんになってもらった舞踏会に参加するときみたいだというね。やべえだ。なんでわかるの？お母さんだけなんだろう。はい。いいよ。ありがとう。いいよ。この辺がね、メインビジュアルですかね、多分ね。うん。そんな雰囲気があります。いいプーね。うん。初めて来たけどすごいなんかいい感じですね。うん。